こんにちは。それではですね、礼拝を始めていきたいと思います。始める前に簡単にお祈りします。天の父なる神様、今日の礼拝も素晴らしいものとなりますように、イエス様に祈ってお願いします。アーメン。はい、それではですね、1曲目は、Shout the Lord という歌です。歌いましょう。はい、次の歌はですね、God Bless You っていう歌ですね。歌いましょう。ますように、あなたがどこ
次の歌は、ホザナ、主の皆によってっていう歌です。ホザナ to the one という歌です。どっちはい、次の歌はですね、清い宮として、センクチュアリーっていう歌です。一緒に歌いましょう。いよいよですね、まあ、アナウンスの時間なんですけど、まあ、大きなアナウンスはあんまりないんですけど、まあ、一つですね、言うと、私たちの教会はですね、12月の25日、クリスマスの日に、まあ、夜っていうか夕方にですね、クリスマスイベントを行います。まあ、ぜひお祈りいただけたらと思います。あとはですね、やはり、
なんちゅうかコロナの関係もあって、今年はですね、非常に経済的に苦しんでおられる方々がたくさんおられるんだと思うんですね。そのことを思って、ちょっとお祈りをしたいと思います。天の小さな神様、本当に、今年は、大変な年になりました。今、会社が倒産したり、仕事がなくなったりして、大変な状況にある方々たくさんおられます。どうか一人一人の上にあなたが、守りの御手を与えてくださり、そして一人でも多くの方が一日も早く、そのような、経済的に困っている状況から抜け出すことができますように、主イエスキリストを御名にお祈りいたします。アーメン。はい、それではですね、次の歌を歌いたいと思います。次はですね、愛する我が主、I love you, Lord という歌です。ダッチャ。はい、ご苦労様でした。それではですね、神様の御言葉を、学びたいと思います。簡単にお願いします。というのは、天におられる父の神様、私たちのあなたの御言葉を教えてください。イエス様皆にお祈りします。アーメン。はい、ですね、ずっと今、出張エジプト記を学んでます。それで、先週ずっと学んできたんですけども、その中でね、今日はですね、先週の続きを、学びたいと思います。聖書の箇所は、先週からの続きで、出エジプト記の、2章の11節から、今日は25節までを、学びます。聖書のタイトルはですね、今日のメッセージのタイトルは、40年の準備という、タイトルです。ですね、で、話の内容なんですけども、先週学んだ内容っていうのは、モーセが基本的には誕生した時のエピソードだったんですね。で、モーセは生まれた時に、川に捨てられるいうかな、殺される運命にあったんですけども、
なんとファラオの娘である、ハトシェプストっていう、女の子いうかな、この時は、に助けられる、そんな状況です。それで、モーセはですね、なんとハトシェプストの、息子として、受け入れられるっていうか、そういったところを、学びました。今日はですね、その後一体どうなったのかというところを、見ていきたいと思うんですけど、ただ話を、聖書の聖句を、見る前にですね、一体ハトシェプストっていう人とのモーセのがどう、この後どうなっていくのか見たいと思うんですね。次に読む、出エジプト記の2章の11節はですね、こうして日が経ちっていう言葉から始まってると思うんですよ。で、ある期間が経ったと。で、これある期間が経った言うんですけども、なんともう、11節からは、モーセが赤ちゃんの時からですね、ぴょーんと時間が飛んで、なんと、モーセはほぼ40歳になってる。40年間、ぴょーんと時間が飛ぶんですけども、ただこの40年間、モーセが40になるまで、一体何があったのか、ちょっと簡単に説明しなくちゃいけないと思うんですね。まずですね、一番最初にやはり、学んどかなくちゃいけないのは、例のハトシェプスと、ファラオの娘ですけども、彼女はこの後どうなったのか、ちょっとこうね、この、表を見ていただきたいんですけども、アメンテホプ一世っていう人が、サンバさんに言うて、イスラエル人を殺せ言うたんですけども、次にですね、息子の、ツトモス一世、この人がですね、モーセも含めた、イスラエルの赤ちゃんをもうナイル川に捨てろ言うた人ですね。で、このツトモス一世の娘さんが、ハトシェプスト、セイサイさんの唯一の娘なんですけど、ハトシェプストさんなんですね。で、このハトシェプストは、やがて、もうす、あのー、お父さんが亡くなるんですけど、お父さん亡くなった時ですね、だいたい、21歳ぐらい。その時に、ストモーセス2世っていう人と結婚します。このストモーセス2世っていう人は、なんとですね、ハトシェプストの、腹違いの弟なんですね。昔のね、エジプトは、なんていうかな、王家の中で兄弟同士結婚したりするのはものすごくたくさんあったんですよ。ほんで、ストモーセス2世っていう人は、ハトシェプスストモーセス一世の正妻さんの息子じゃなくて、いわゆる、二号三いうか、妾の子供なんですね。ただ、ハトシェプストから見れば、腹違いの弟になるんですけども、で、そのハトシェプストはですね、ストモーセス二世と結婚するんですけど、このストモーセス二世は、8年間ぐらいしか生きないんですね。短命であった。これで、ハトシェプストとストモーセス2世の間にはですね、女の子が1人だけ生まれるんです。で、そういうのはもうはっきり分かってるんですけど、ただ、男の子生まれなかったんですね。で、ストモーセス2世が亡くなった時に、ハトシェプストは、29歳ぐらい、なんですけども、なんとですね、その時に、ストモーセス3世で、この時、人の、面倒を見る。このツトモセス3世って誰か言うたら、なんと、ツトモセス2世、つまりハトシェプストのご主人の、妾さんの、息子なんですね。つまりハトシェプストの子供じゃないんですけども、ハトシェプストじゃない他の女性の、息子が、このツトモセス3世。で、彼はでも、2世が亡くなった時に、まだ2歳なんですよ。2歳で、ちっちゃな、まだ赤ちゃんやったんですね。だから、正妻さんであり、まして、その前の王様の娘であり、前の王様の、いわゆる奥さんであり、そのまた前のハトシェ、あの、ツトモセス1世の、娘であり、いうことで、ハトシェプストはですね、この、ツトモセス3世、たった2歳の3世のですね、なんちゅうやろ、後見人みたいになるんですね。で、正式には、このツトモセス3世が、一応は、ファローということになってるんですけども、なんといっても2歳ですから、ハトシェプストが、実際には実権を握る。基本的にハトシェプストは、英語で言ったらコーエアっていうかな、いわゆる、二重、
王室というか、二人、ハトシェプスは実験に行ってしまうんですね。で、ハトシェプス自身は、まあ、女王っていうか、王様として活動します。で、このハトシェプスという人は、まあ、ちょっとこの、他のスライド見てもらったら、こんな、まあ、なかなかの、べっぴんさんなんですけど、このハトシェプスはですね、ものすごくよくできる女性なんですね。すごく、そのもう、エジプトの18王朝の中でも、エジプトのもう何千年っていう、5000年、6000年のこの、歴史の中で、正直言いましてね、女性のその王様っていうのはもう5、6人しかいないです。もうクレオパトラ入れても5、6人しかいないですけど、その中でもハトシェプスのもうダントツ、よくできる女性なんですね。で、この18王朝っていうのは、このハトシェプスの時にものすごい栄えます。このハトシェプスとは一体何をしたかっていうと、まず貿易をしようんですね。貿易を、外国と。で、またですね、ハトシェプストが、まあ、女王というか王様のように振る舞うんですけど、女王になってから、なんていうかな、まあ、ちょっと戦争も初めあったんですけど、まあ、戦争にも勝つし、それからすごい貿易をして、エジプトはすごく豊かになって、ほんでですね、ちょっと次のスライド見てもらったらいいんですけど、未だにハトシェプストが建てた建物がいっぱい残ってるんですね。ここにハトシェプストの、まあ、神殿だとか、ここにオベリスクがありますけど、このオベリスクはね、なんと、未だに、古代のエジプトが建てたオリジナルのオベリスクとしては一番高い、未だに建ってるオベリスクらしいです。そんなことでね、ハトシェプスというのはものすごく実力がある、やり手の女性で、この時はモーセはですね、なんとこのハトシェプスは約20年間統治するんですけども、モーセもですね、ハトシェプスの下で、一緒にまあ、統治するような格好になってたと思うんですね。まあ、でハトシェプスはそれだけじゃなくて、なんと他の、まあ、この次のスライド見てもらったら分かるんですけど、なんか、顎ひげつけたりね、これ、ハトシェプスの銅像らしいんですけども、まあ、女性なのに、いかにも男性のように振る舞った、まあ、あるいは男性のように見せようとしたいうかな。ほんで、この顎ひげをつけたり、で、こっちはハトシェプスのスフィンクスがありますけど、それにもなんか顎ひげつけとるんですね。まあ、結論的に言わせてもらうと、このハトシェプストっていう女性は、すごくやり手で、そしてすごく、実力があって、まあ、でもですね、まあ、50歳前後で、まあ、亡くなってしまう。で、もしかしたら暗殺されたんちゃうかいう説もあるんですけども、ちょうどその頃っていうのは、ハトシェプスのが、まあ、終わるいうかな、20年間統治した後はですね、その時は、モーセは40歳ぐらいになったんですね。で、ツトモーセス3世、2歳やった男の子はですね、なんと22歳になってるんで、多分ですね、周りから見たら、ハトシェプストはそもそも本当のファロじゃない女性やし、でも男のように振る舞ってるし、ものすごくこう、能力のある素晴らしい女性なんですけども、どうもそのツトモセス3世が、まあ、大人になってきて、多分ツトモセス3世の周りの人たちがハトシェプスを追い出すような格好になったんじゃないかと思うんですね。そしてそのツトモセス3世は、まあ、この後ですね、ハトシェプスをものすごい憎んでたいの分かってます。ハトシェプスとか、の名前の書いた碑文をですね、名前のとこ全部削り取って自分の名前に書き換えとるんですね。ハトシェプスとかたくさん作った建物を全部自分のなんか功績のようにしようとしてるような、まあ、感じなんですけども、そんな感じで、モーセは40歳の時、そういう状況になってます。そして、その、いよいよハトシェプスとか、まあ、亡くなるか亡くなるかけてる時、このツトモーセ3世が実権を握って、多分、まあ、ツトモーセ3世から見たらね、おばさん、もうええよ、私が実権握るような感じやったんでしょうね。ほんで、その、ハトシェプスが実権握ってた、その20年間は、イスラエル人たちはそれほど苦労しなかったんですけども、またエジプトもすごく豊かになってて、でも、その、ツトモーセ3世になってですね、彼は、急に今度、イスラエル人を、まあ、に苦役を与えるか、いじめる。もともとイスラエル人を、まあ、消滅させたいとエジプト人たちは思ってましたから、ツトモーセ3世の方はですね、ハトシェプスとは全く違うやり方で、今度はイスラエル人を、この、まあ、いじめるんですね。で、今度、2章の、11節、ここからやっとちょっと聖句を読んでいきたいと思います。出エジプト記の2章の11。こうして日が経ち、モーセは大人になった。
彼は同胞たちのところへ出て行き、その苦役を見た。そして自分の同胞であるヘブル人の一人を、一人のエジプト人が売っているのを見た。彼は辺りも見回し、誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺し、砂の中に埋めた。なんとですね、この時、かなり時間経って、ハトシェプストはもう殺された寸前か、もういなくなった、あるいは殺されるちょっと前だと思うんですね。どちらにせよ実権を失っている。ほんで、そのツトモセス3世がすごい実権を握っている時に、イスラエル人をものすごくいじめている。で、ちょうどこの過渡期やったと思うんですね。そのエジプト人が急にイスラエル人に、王様の命令で、苦役を課し始めてる。で、この時にモーセはどういう立場にあったかいのは非常にこの微妙なところなんですけども、正直言って、モーセと、それからハプシェプストっていうのは、8歳か9歳しか年が違わないわけですよ。ほんで、ご主人が死んでから、もしかしたらモーセはですね、ハトシェプストの息子ということになってるんですけど、周りの人はみんなヘブル人やって分かってるんで、モーセは、そのハトシェプストのなんか若いボーイフレンドみたいな立場にいたんかなと。モーセが40になってもですね、結婚したっていう記録はないですね。もしかしたらハトシェプストをね、と一緒にこう統治はしてないでしょうけども、モーセがいろんな助言をですね、ハプセプションにしてたかもしれませんね。若い、8歳9歳若い、彼氏みたいな感じやったかもしれません。で、落合せよね、息子やって言いながら、でもモーセはこの時40ぐらいになってて、ほんで彼がなんでここでわざわざですね、ヘブル人のとこ行ったか、で区域を見た、これもしかしたらモーセはそのユダヤ人たち、ヘブル人たちのリーダーになる。ヘブル人いうのは、イスラエル人はこの時200万人いてますから、その自分がツトモーセス3世から追い出されそうになってると、あるいはツトモーセス3世がすごい力を、22歳の若者がいよいよ王様として、振る舞い始めた。で、自分の立場もちょっとやばいということで、多分、イスラエルのリーダーになろうとして、一旦ちゃうかな。そしたら、エジプト人がや、や、あの、と、まあ、人、あの、なんか、あの、いじめてる見て、彼はなんとですね、辺りを見回してって書いてますけど、ここはヘブル語ではね、あっちこっち見てって書いてますね。右や左見て、あっちこっち見てですね、誰もいないのを確認して、なんとそのエジプト人を殺してまいる。モーセはなんとここで殺人を犯すんやね。ただ、ここでね、一つ思うのが、モーセはこの時、上は見なかったんですね。あっちこっち見てたけども、神様見てないです。ほんで、自分の力で、あるいは、なんとかこのイスラエルのリーダーになろうとしてたのかもしれませんけど、なんと人殺しをして、そのエジプト人の死体をですね、砂の中に埋めてしまう。日本の古いことわざに、要はあるじゃないですか、お前悪いことしとっても、お天道様は見てるぜ。私結構あの言葉好きなんですけど、実際にはですね、神様は私たちを見てるんや思うんですね。モーセは、私たちは神様を見てないって、誰も見てないから悪いことしてもええかなと思ったり、もしかしたら男性諸君はですね、コンピューターで何か悪いことをしてるかもしれませんね。でも誰も見てないからええんちゃうかって思ってるんやったら、はっきり言わせてもらうけども、神様はあなたのしてることをずっと見てると思いますね。どちらにせよね、モーセは誰も見てないから言うて、エジプト人を殺してまえる。これで砂の中に埋めてしまうんですね。殺人を犯すっていうかな。ひどいことします。で、この後、どうなったのかちょっと見てみましょう。次の日、また外に出てみると、見よ、二人のヘブル人が争っていた。モーセは悪い方に、どうして自分の仲間を撃つのかと言った。彼は言った。誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。お前はあのエジプト人を殺したように私も殺そうというのか。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。なんとモーセは、次の日もですね、イスラエルのとこ行って、イスラエル人たちのとこ行って、で、リーダーになろうとしたんだろうと思うんですよ。指導者、リーダー。で、イスラエル人200万もいるイスラエル人の彼、もしモーセがリーダーになれたら、彼はもしかしたら王様に、ツトモーセ3世と戦ってですね、で、またハトシェプスト派の人たちも王室にたくさんいるわけですから、ハトシェプストは殺されてるか死にかけてるかもしれませんけども、モーセはですね、もしかしたら、
イスラエル人を使って自分が次の王様になろうかないう感じやったんかなと思うんですけど、とにかくモーセは、まあ、急にイスラエルの同胞のとこ行くんですけども、そこでなんとエジプト人殺してしまうし、でも今度はですね、ヘブル人同士がなんと喧嘩しますね。ほんでモーセは、お前ら、俺ら仲間やないか、なんで喧嘩すんねん言うたら、ヘブル人たちはモーセをリーダーとして受け入れなかったっていうことなんですよ、ここで。14節ですね、誰がお前、俺たちのリーダーや、裁きつかさいか、指導者にしたんや、言うてね、勝手にお前自分で言うとるだけやって。ここではっきりわかることは、モーセが40歳になって、40年経って、神様はですね、モーセをイスラエル人たちのとこにリーダーとになるかために連れて行ったんですけども、イスラエル人はここで一旦モーセをリジェクト、いわゆる受け入れてないんですね。モーセはここでなんとイスラエルのリーダーになれなかった。そんな状況どころか、彼はですね、そのエジプト人を殺したいうことをファロに、まあ、告げ口が言うたるで言われて、ツトモーセ3世はもう、モーセをまあ殺したい。政治的にもモーセっていう人間がいたらものすごい邪魔なんですね。ハトシェプスとの、まあ、もしかしたら若いボーイフレンドのようにあつ、あの、振る舞ってた人間ですから、モーセをですね、まあ、殺したいと思ってるのは間違いないです。ほんで、そんな状況だったみたいですね。モーセはもう、あ、これやばいと、いうことになったんでしょうね。この後ちょっと読んでみたいと思います。2章の15節。ファラオはこのことを聞いて、モーセを殺そうと探した。しかしモーセはファラオの元から逃げ、ミディアンの地につき、井戸の傍らに座った。明らかにそのツトモーセ3世、まあ、22歳の若者ですけど、彼はですね、モーセがエジプト、イスラエルのリーダーになろうとして、そしてなんとエジプト人を殺してるってことを聞いて、もう早い時点でもうそのモーセを殺すということを計画して一生懸命探したみたいですね。で、モーセの方は必死になってどうやら逃げたみたいで、なんとミディアンという地まで逃げたんですね。ちょっとこの、地図を見てもらったらわかるんですけど、なんとですね、このエジプトここですけども、ここからね、ピャーっと来て、このミディアンというのはこんなところなんですね。で、このエジプトからこのミディアンっていうところね、距離は、まず、まあ、約ですけど、約500キロぐらいあるんですよね。で、まあ、450から500キロ。ってことは、東京と大阪ぐらいの距離ですよ。こんなね、東京と大阪ぐらいの遠い距離のところまでね、モーセは必死になって逃げて、ほんでどうやらそのミディアンっていう、まあ、とこまで来て、まあ、もう500キロも逃げてですね、そしてまあ、はあ、もうここまで来たらさすがにあまり追ってかけへんかなと、それでもまだビクビクしたと思うんですね、彼は。それでもそのミディアンっていう土地の、その、まあ、井戸の近くに、の近くにもうやっとこう座り込んで、ああ、これからどうしような、ことを彼は思ってたと思うんですね。まあ、そんな状況になってしまったということなんですね。まあ、で、この後、どうなったのか、読んでみましょう。出エジプト記の2章の16節からです。さて、ミディアンの祭司に7人の娘がいた。彼女たちは父の羊の群れに水を飲ませに来て、水を汲み、水舟に満たしていた。その時、羊飼いたちが来て、彼女たちを追い払った。すると、モーセは立ち上がって、娘たちを助けてやり、羊の群れに水を飲ませた。なんとですね、このミディアンの土地の、その、モーセは逃げてきて、井戸のとこで、まあ、休んでたら、ちょうどこの7人の、まあ、娘さんたち来たんですね。で、この人たちは、そのミディアンの祭司の娘さん。で、まあね、7人一緒にいたのは多分ですね、お父さんから見たら、あんたら、7人一緒に行かんと変な男に、いじめられたり、変な男に手出されたりしたらあかんから、7人、ほんで、変な男来たら、あんた、7人一致団結して、もうちょっと棒かなんかで殴って追い出すんやでな感じやったんちゃうかもしれない。7人の女性たちは7人もおったら、まあ、男1人2人来て悪さしようとしてもできへんやろな感じで、7人が一緒に固まってですね、水を汲みに行きよったわけですよ、井戸に。ほんで、その、まあ、このミディアンの祭司もですね、羊屋とか持ってたんでしょうね。その羊屋とかの水を飲ませに行ってた。ちょうどそれやってる時に、何のことない、いつもの通り羊が、いやらしい羊が今日ですね、その、もう、ま、色真っ黒の、なんかおっちゃんみたいに今日ですね。で、そいつら、あの姉ちゃんな、また水やってよ、お前ら向こう行けーって、パチーってお姉ちゃんのお尻パチーって触ったりしたかもしれませんね。なんか何すんなよ、何すんなよ、ほんで、目をいい加減してよ、もういつもとか言って、お姉さん怒るんやけども、お姉さんたちパー追い出されて、で、多分傍らにですね、もう水のバケツ持って立ったままずっと待たされとるわけですよ、お姉さんたち。で、これを見てたモーセが、
ムッカーって、モーセムッカーって来てね。ほんで、モーセがですね、おい、お前ら何やってんの、ほら。お姉ちゃんの先やないか、ほら。で、モーセが割り込んできてね、羊飼いたちを、まあ、散らすよ。お前ら何言いせよ、お前。お姉ちゃん、羊飼いだ。何や、お前。お前、関係あれへんねんか。お前、何や。やる気か？って感じで。まあ、ここでね、ちょっとわかるのは、モーセの性格がちょっとわかるのね。まあ、一つにはね、まあ、よく言えば、勇気がある。普通の男性はね、やっぱりそういった、四五人向こうおったらこっち負けるかもしれんし、すぐそう考えるんだけど、モーセは勇気があるね。で、さっき、エジプト人を殺した時も、彼は基本的にはですね、正義の味方のつもりなわけですよ。勇気もあるし、俺は正しいというかな、正義の味方で、そして勇気があって、それでいて、まあ、ちょっと短気なとこもありますよね。短気で。しかも、多分ね、人殺しができるぐらいですから、体力も体もすごく、あったんでしょうね。筋肉もあって、もう、そいつの身長もあって。結局、喧嘩してももしかしたら勝つぐらいの自信があったかもしれませんね。モースは取ってきて、お前ら何やねん、お前ちょっといかにせえよ。まあ、ちょっとね、短気で、ね、ちょっと、まあ、何やろ、すぐカッとくる男性のイメージもあるんやけども、ほんで、モーセの、まあ、なんちゅうかな、迫力いうかな、それで、ちょっと変なやつ来たわ、もう行こう、あかんわ、で、羊飼いどっか行っちゃうんですね。そしたら、まあ、お姉さんたちから見たらええ男ですがな、あんた、もう、7人おるからね、お姉さんたち、いやー、今日この人助けてもらったー、ちゅうので、ありがとうございます、とか言って、ほんで、もう、そう言われたら、まあ、お姉ちゃんばっかりやし、モーセもちょっと、ちょっと水汲んだるわ、大変やったな、とか言いながら、水汲んで、お姉さんたちの羊屋の場合、水も助け、開けて、モーセはめっちゃ、まあ、ええ男、ぶっとるわけですよ、このね。で、お姉さんたちもね、久しぶりの、まあ、ちょっと優しくしてくれた男性やし、ありがとうございますとかでやってるわけですね。まあ、よかったですよ。で、このはどうなったのか、ちょっと読んでみましょう。18から。彼女たちが父、レウエルのところに帰ったとき、父は言った。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。娘たちは答えた。一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から助けてくれました。その上、その人は私たちのために水汲みまでして羊の群れに、飲ませてくれました。なんとですね、このお父さんとか、まあ、家に帰ってきたら、いつもより早いですね。いつもは多分ね、羊飼いたちに言われて、お姉さんたちじーっとこうバケツ持ったまま横に7人がこうバーっとこうボーっと立ってな、ま、待つ、夕方ぐらいまで待たされてるんです、何時間も。羊飼いたちがまあ嫌がらせるんですよね、とか言いながら。ほんで、そんな、いつもそんなんやのに、早く帰ってくるんですね。ほんで、お父さん、どうしたんや？いや、早いやんか。言うたら、実はこうこうこうで、エジプト人で偉い、そういった素晴らしい男性に助けてもらったってこと言うよ。で、この後どうなったのか、20節読んでみます。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか？どうしてその人を置いてきてしまったのか？食事を差し上げたいので、その人を呼んできなさい。まあね、お父さんから見たらね、7人も娘いますからね。早く、世の中の女性たち、ええ男は早く、まあ、それは、ちょっと、まあ、あまり言い過ぎたらね、あれです。まあ、とにかく早く見つけてこいですね。えらこちゃん、もうさ、お父さんの間はね、早くね、ええ男つく、まあ、ほんで、女の子たちは、あ、お父さんに言われた、あ、そうか、言うて、また、井戸とこので、モーセは多分また井戸の近くにおったんでしょうね。モーセはね、いや、今日なんか、ええことあったな、お姉ちゃんたちに囲まれて、まあまあ、でもこれからどうしようかな、で、モーセは、はあ、なんて思ってたとこに、お姉さんたちが、キャッキャ言いながら戻ってきて、ああ、こんにちは、とか言って、うちに来てください、うち食事しよう、って言われて、ほんで、モーセもですね、まあ、お腹も空いてたと思うんですよ、モーセも。でもな、お姉さんたちにね、もう4、5人、まあ、7人見てる、7人お姉さんたちに、来て来て、もう腕振られて、ああ、とか言われると、ああ、いや、もう、いや、そう、ああ、とか言って、で、モースもですね、もうちょっと悪い気はしなかった。で、食事に、来ますね。お父さん、早く、早く、なんとかせんと、ええ男、なんとかせんと、いうことで。ほんで、次、21節読んでます。モースは心を決めて、この人のところに住むことにした。そこで、その人は、娘のツッポラを、モースに与えた。彼女は男の子を産んだ。モーセはその子をゲルショムと名付けた。
私は異国にいる、求人だと言ったからである。なんとですね、モーセは、なんとその、イテロという州の家で住むいか、この、レオ、レオ、この、モーセの州はイテロと呼ばれたり、レオを見て、多分2つ名前が、呼び方があったんでしょうね。でも、このイテロさんの、とこで、仕事をすることに決めた。しかもですね、やがて、この7人の娘のうちの1人、ツッポラさん。このツッポラっていうのは小鳥ちゃんっていう意味なんですね。小鳥ちゃん、だから多分お父さんね、ちょっと、あなたの名前何ていうの？あ、モーセって言います。ああ、そうか。この小鳥ちゃんとうちの小鳥ちゃん。で、モーセも多分小鳥ちゃん見て、ツッポラ見て、なかなか、って感じで、ほんで、二人一緒になって、で、しかも、なんとこの後、息子がね、生まれます。実は実際には息子二人生まれるんですけど、で、その、男の名前に、一人の名前を、ゲルショム、名前付けですね。で、このゲルショムっていうのはどういう意味か言ったら、実はね、日本語でぴったしの言葉があるんですよ。ゲルショムいうのはね、実は、よそ者とか言う意味で、よそ者 そんな意味の名前なんです。多分ね、周りはミディアの人たちばっかりやったんで、マレーションはどういうか分からなかったんでしょうね。でもね、やっぱ息子さんね、大きなってお父ちゃんに聞いたんですね。お父ちゃん、僕の名前ゲルショムってどういう意味？って。お前はよそもんや。で、そんなお父さんに言われたらなんか なんでそんな名前つけたよ、なると思いますけど。ただここで一つ分かるのは、モーセはですね、この後なんと、また40年間、このイテロっていう州都のところにおるんですけど、40年ですよ。その期間ですね、モーセは、その息子によそ者っていう名前をつけた、それは自分がよそ者やから意味らしいんですけども、心はエジプトにあったいうことですよ、モーセは。モーセはまだ、その自分の、そのイスラエル人、置いてきたイスラエル人いうかな、自分の同胞のことを思ってたというのは間違いないと思うんですね。でもここでね、モーセの一生っていうのは大体ね、40年40年で区切れます。モーセは120歳で死ぬんですけど、大体3つの40年なんですね。初めの40年は、ハプシェプストと一緒におった40年です。彼は赤ちゃんの時から本当に40歳になるまでエジプトでですね、彼はハプシェプストと、一緒におったんですね。ほんで、次の40年は、彼はですね、このイテロの下、小鳥ちゃんと一緒に、イテロの下で40年過ごし、息子も与えられ、子供も与えられ、で、多分他の7人の娘たちも、周りの多分羊飼いやとか、一人一人、また一人と結婚していきよったんでしょうね。でも、モーセが来ることによって、そのイテロの家庭もこう守られて、そしてその、みんな幸せにやっとる、ちょっと一段落ついてる。モーセはですね、なんかミディアン人みたいに振る舞ってるわけですよ。でも心は外国いうか、心はエジプトにあるんですね。自分はなんやかんや言うてもイスラエル人やというのは分かってて、で、こんな状態で、なんとモーセはここで80歳でになってしまう。ほんで、その後最後の40年っていうのは、この後学ぶわけですけども、そんな状況です。で、この後、モーセがいよいよですね、80近く、このミディアンの土地いてるんですけど、この後どうなったのか、ちょっと、読んでみたいと思います。出エジプト記の2章の、23節から。それから何年も経って、エジプトの王は死んだ。イスラエルの子らは重い労働にうめき、泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められた。ここでね、分かることは、なんとモーセはミディアの地に来た時は40歳やったんですね。ちょっとまた再びこの図を見てもらうと思うんですけど、モーセ40歳で、なんとですね、80になるぐらいまで、このツトモーセ3世が、実は、紀元前1450年に亡くなります。彼はですね、もうこの後、ハプシェプストが亡くなった後もですね、約30何年、5年ぐらい、33年ぐらいかな、統治しようんですね。で、この期間、ツトモセス3世という人は、ハプシェプストの功績を消そうと思って、名前あっちこっち削り取ったりするんですけども、エジプトの歴史を調べてると、ちょっとね、長い間実はハプシェプストっていう女性が女王としていたっていうのが分からない時期なんですね。で、それはその、このツトモセス3世はどうも彼女をものすごく毛嫌いしてるいうか、憎んでたみたいで。
で、名前どんどん削られるんですけども、でもね、名前削っても、なんでここで、削ってるんから、で、そこになんと自分の名前書いたりしとるんですけどね、その都度モーゼ3世は、亡くなってしまった。ほんで、亡くなった時は、もう、次にその都度モーゼ3世の、息子であるアメンテホプ2世が、エジプトで、納めになったんですね、新しいフェロー。で、ちょうどその頃っていうのは、モーセはなんと80歳なんですよ。80歳になってて。で、今はですね、その40年か、30何年か、ハプシェプトがいなくなってからの35、6年かな、その期間、なんと、このツトモーセ3世によって、イスラエル人はものすごい苦労させられて、そしてそのもう、その、モーセがミディアンの地に来てからの、約40年間、ミディアンの地でモーセが生きてる間にですね、エジプトではですね、その、イスラエル人たちは、その苦労の結果、やっと40年かけて彼らは、神様に助けを求めるんやね。この40年っていう数字は、実は、よく聖書に出てくるときは、準備やとか試練を与えられる期間って、でよう出てきます。イエス・キリストも、40日間、悪魔に、誘惑されるし、ヤコブの、家族がエジプトに来て、そしてですね、この出エジプト記までの間は約400年間あるんですね。で、モーセ自身も大体初めの40年は準備の期間、ハプシェプセドと思って、次の40年も準備の期間いうことで、40年っていうのは、神様よくね、試練を与えたり、準備される期間、私たちを育てる期間やと、よう、か、あの、聖書、そういう感じで出てくるんですね。40っていう数字が。4っていう数字はそういう感じでよう出てきます。どちらにせよね、モーセが40年間ミディアンにおった時に、なんと、やっとって言い方いいのかな。イスラエル人たちは、苦労した結果ですね、神様に、助けを求めるんですね。で、その結果、なんと神は、彼らとの約束を、思い出す。何の約束か、どんな約束があったかいうのは、多分皆さん覚えてあると思うんですけど、これはね、創世記の、17章の、7から8に、神様は、こんな約束するんですね。ちょっとその部分、読んでみます。創世記の 17の7から8。私は私の契約を私とあなたとの間に、またあなたの後の子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる。私はあなたの気流の地、カナンの全土、あなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。この部分は、神様がアブラハムに、約束するんですけど、ここではっきりわかることは、なんと神様はイスラエル人にカナンの土地を、永遠に与えるという約束をしてはるんですね。で、これを、神は約束を破らないです。私たちはもう気楽に破ったりするんですけど、でも神様覚えてるんですね。で、なんと神様はイスラエル人がエジプトに来て400年、その間、イスラエル人を準備してる期間いうかな、あるいは、今回モーセを、準備する期間、そして、それと同時に、私たちに、苦役を与えて、イスラエル人に苦役を与えて、そうせんと彼らは神様の方に目向けへんですね。私たちね、時々、なんでこんなに苦労すんのかなと思うときない？なんで人生大変やな。もう私の人生、もう苦労ばっかりや。もう次から次からもう大変なこと起こって、なんで神様、私、この人生、なんでこんなしんどいんやろう。なんで私、こんなに自分の思った通りうまくいけへんねやろう。思ったことない？子供の時はね、子供の時は私はもうこんな生活したいとか、こんな家に住みたいとか、ほとんどの人がね、もう立派な自分、未来の自分を想像してたかもしれませんけど、実際に大人になってみると、すごい苦労の連続で、なんでやろうと思ったことない？これはね、実ははっきりと、聖書にその理由が書いてあります。私が大好きな、シンパッチャンを読んでほしいんですね。シンパッチャン。申命記の8章。ちょっと2節3節読んでみます。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、
あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。この箇所ではっきり分かることは、この新八ちゃんで分かることはですね、神はなんと40年間私たちに苦労を与え、そして、苦しめる。でも神様は私たちをものすごい愛してはるから、その絶対やりたいわけじゃないんですけど、私たちを訓練させんと、私たちがあんまりバカでアホで神様見ることがないんですね。私たちは自分の力で何とかとしようとして、ちょうどモーセもエジプト人を殺した時だって、彼はですね、もう右左ばっかり見てですね、どうしよう、なんか誰も見てんな。でも神を見ることはない。私たちは神様見いひん。自分の力で何とか人生やっていこうです。それもうほんま困るんやね、神様みたいな。その神に全てを捧げる、預ける、神を信じる、でも40年間苦労を与えて、それは私たちが本当に私たちの心にあるものを知るためやった。私たちは本当に最後は神を信じるかどうか。でも、その間ですね、神様は私たちがちゃんと生きるようにマナーを与えてくれる。ちゃんと何とか生かしてくれる。ね。ほんで、それの理由はですね、人はパンだけで生きるんじゃない。つまり、一生懸命この世の中での富やとかお金やとか、私たち仕事で生き、それで生きる思ってると思うんですね。でもそうじゃないんや。それは確かに体をキープするためにはパン食べたかのわかるんやけども、本当に人間が生きる本当の道は、神の口から出る、御口から出る一つ一つの神の言葉、神の言葉で、私たちは本当は生きるんやと。神様はそのことを分からすために、なんと私たちに、試練を与えはる。そんな状況、皆さんこれどうかね。ただこの後、同じ新八ちゃんの、16節、ちょっと読んでみたいと思います。そこも読んでみます。新八の16。あなたの父祖たちが知らなかったマナを荒野であなたに食べさせてくださった。それはあなたを苦しめ、あなたを試し、ついにはあなたを幸せにするためだったのである。私たちどうでしょう。私たち苦労や苦労や言うて、果たして本当に神様に目が向いてるやろうか。神は私たちをじーっと見て、テスト試してはるんやね。本当に私たちは神様を信じてんのか。神がずっと私たちを見てはる。で、神、あの、私ね、ある日仕事してたら、アメリカでね、仕事してたら、仕事がうまくいかなかった時あったんですよね。その時に私の同僚のアメリカ人の、友達がいて、同僚ですね。で、彼がいきなりね、祈り始めたんです。仕事中やで。私、仕事中に祈るっていうことを、そんなの考えてなかった。一応クリスチャンで、私もクリスチャンなんやけど、でもその同僚が祈り始めたんです。で、僕、彼がクリスチャンの知らなくて、お前、なんで祈ってんねん。ほんで、彼祈ったら、なんとその後すごくうまくいったんですね、仕事は急に。あれ？と。ほんで、その時に分かったのは、彼クリスチャンですね。ほんで、彼は、とにかく、何があっても、彼はすぐに神様に祈る。神様、そこ待って。私たちは、上を見ずに、一生懸命自分であっちこっち見て、なんとかしようとしてるよね。ほんで、40年かけても、私たち分からん人もいます。皆さんどうでしょう。神様40年私たちを準備され、神の目的、神があなたに与えた人生の目的を達成させるがために、じーっと神様は我慢強くあなたを試し、あなたを育て、テストし、苦役を与え、しかしちゃんとマナーを食べさせて私たちを何とか生かしてはくれてる。でもいつまでもいつまでも私たちは神様のその愛を、あるいは思いを無視するんやろか。いつか私たちは、顔を天に向けて、そして神に祈りを捧げ、
そして神との交わりを持って歩んでいくべきだと思います。それでは今日のメッセージ、ここで終わります。天に我々父なる神様、モーセの、人生を通して40年間、あなたはモーセを、準備なさっていることが、ここで分かります。どうか私たちもあなたが多くの多くの試練を与えてくださることが分かりますが、私たち一人一人が良きしもべであり、あなたにいつも目が向くことができますように、主イエスキリストの皆によってお願いいたします。アーメン。はい、それではですね、最後に、次の歌いきたいと思います。最後の歌は、主イエスの愛でっていう歌です。 The Power of Your Love という歌です。どっちゃ。ありがとうございました。それではですね、最後に祝祷を持って、今日の礼拝を終わりたいと思います。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を
与えられますように。アーメン。はい、以上でした。バイ。